楽天生命パーク宮城です。イーグレス対ファイターズ、この試合の模様をお送りいたします。イーグレスの先発は左の早川、ファイターズの先発はルーキーの金村、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。左の早川マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、背番号6、第1球投げました、打った、ファール。1球目ファールから第2球ボール。第3球はストレイク。第4球を投げた、打ちました、ファールボール。次が5球目、見送ってボール。さあ6球目投げた、変化球、空振り三振。バッターは2番松本。第9球投げた、インローへ、変化球外れてボール。第2球投げた、ボール。第3球は流し打ち、鈍いゴロ、早川取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。背番号2、第9投げた、初球空振り。投球これから2球目ボール。第3球を投げました、カットボールはボール。さあ4球目、ただのカーブ、ボール。さあ投球は5球目、あっと引っ掛けた、レフト前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。最後はいい守りを見せてくれました。右の金村マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、イーグレス攻撃に入ります。先頭バッターは小深田、初球空振り。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、低め外れてボール。第4球を投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第5球投げました、打った、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げた、打ちました、サード右横のフライになりました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番村林。第1球投げた、初球空振り。投球これから2球目ボール。第3球を投げた、ストレートはボール。さあ4球目、直球ストライク。さあ投球は5球目、打った、強い当たり、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、中継、村林ツーベースヒット、イーグルス先制のチャンスを迎えます。さあ先制のチャンスにバッター小郷。第1球投げた、スプリットはボール、まずは低め。第2球投げた、内角低め、外れてボール。投球はこれから3球目、スプリットはストライク。第4球を投げました、スプリットはボール。さあ5球目、打ちました、ピッチャー返し、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、初球空振り、いきなり150キロ。第2球インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、打ちました、ファール。投げました、ストレートはボール。第5球投げました、打ちました、引っ掛けた、レフト方向へ持っていきましたが、掴んで、これで3アウトになります。先ほどのプレーです。
イーグルス2塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。1回の裏が終わりまして0対0です。2回の表ファイターズ攻撃に入ります。トップバッターは万波。投げた、見送ってストライク。1球目ストライクからボール。第3球を投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、インロー際どい球、ボール。第5球投げた、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げた、打った、これはピッチャーの真正面、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のレイス。第1球投げました、低め、ボール。第2球投げました、打ちました、村林ボールを掴んだ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番野村。第1球投げました、初球すっぽ抜け、ボール。投げました、膝元、ストレートは外れて、ボール。第3球を投げました、空振り。次が4球目、投げた、ストライク。第5球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。野村、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第1球ストライク、初球ストライクから打った、追い込んで投げた、アウトコース低め、外れてボール。投げた、ボール。第5球投げた、初球見逃し三振。2回の表が終わってファイターズ無得点で終了です。2回の裏イーグルス攻撃に入ります。この回の先頭バッターは島内。第1球投げました、ボール。第2球インコース高め、空振り。第3球あっと引っ掛けた、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者フランク。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、アウトロー、空振り。第3球を投げました、打ちました、マルティネス、取った、マルティネス一塁、ベースを踏んでアウト。バッターは7番辰巳。第1球投げました、打った、これは強烈、入れば先制だ、さらに伸びていく、取って、これで3アウト、チェンジ。イーグルス結局この回3人で攻撃が終わっています。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の表ファイターズ攻撃に入ります。この回のトップバッターは伏見。第9投げた、ボール。投球これから2球目、2球目空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。第3球を投げた、打ちました、痛烈、入れば先制だ、打球はそのままレフト、見送った、ホームラン、先制ホームラン、白球は無情にもレフトスタンドへ。チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは9番上川畑。背番号4。第9投げた、見送ってボール。第2球投げた、インハイの直球はボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、真ん中ストライク、キレのある変化球。投げました、打った、いい当たりだ、ボールはレフトへ飛んでいきました、ヒット、レフトからセカンドへ。
ツーベースヒットを放ちました。1番センター。第9投げました。初球送りバント、ピッチャーの右へ転がした。タッチアウト、ワンアウト、ランナー三塁に進みました。イーグルス、なおもピンチが続きます。第2球投げました。2球目ストライク。サード牽制、三塁タッチはセーフ。投げました。直球ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール。さあ投球は5球目、打ちました。スタンドに入りました。ファール。次は6球目、投げた、打ちました。前進守備のセカンドの上、小深田、余裕があります。掴みました。これで2アウト、ランナーは3塁、変わりません。投げた、アウトコース高め、タイプストライク。1球目ストライクから、第2球インコース高め、カットボールは外れてボール。投げた、打ちました。次は4球目、投げた、打った、スタンドに入りました。ファール。第5球投げました、打ちました。ぐーっと伸びて左に切れていきました。ファール、ボール。投球これから7球目、打ちました。セカンド、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対0イーグルス先制点を奪われています。3回の裏、1点を追いかけます。イーグルス攻撃に入ります。この回の先頭バッターは鈴木。第9、初球を打ちました。レフト落下点、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには太田。第9、投げました。初球落ちるスライダー、空振り。第2球、投げました、ボール。第3球を投げました、ボール、インローへ。第4球はボール、投げました、打ちました、ファール。次は6球目、投げた、高めボール球打った、レフトフライ、飛距離は出ていません。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って小深田。第1打席は内野、初球を打った、ファースト左横のフライになりました。取りました。これで3アウト、イーグルス三者凡退に倒れました。3回の裏が終わりまして1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは万波。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第2球見送ってボール。投球はこれから3球目、打った、第4球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、万波ナイスバッティングです。さあリプレイです。バッターは DH のレイス。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投球これから2球目、カットボールはボール。一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。また牽制、タッチはセーフ。早川再三ランナーを牽制します。次は4球目、投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、中継レイス、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、野村、早川、ピンチのキャッチャーへのショーフライだ、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁、変わりません。第2球まっすぐ空振り。第3球を投げた、打ちました、浅村交代、スタンドに入りました。ファール。第4球を投げた、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、入った入った、ホームラン、スリーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。素晴らしい一発をベンチも祝福。
では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは8番伏見、今日2度目のバッターボックス。第9球投げました、打った、初球ファールから投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、引っ掛けた、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番上川畑、これが2度目のバッターボックス。第2球投げました、カットボール空振り、変化球にキレがあります。第3球を投げました、打ちました、小深田ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって4対0、早川この回さらに3点を失いました。イーグルス、この回は上位打線から始まります。トップバッターは村林。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、縦のスライダー、ボール。投げた、ストライク。さあ投球は5球目、渾身のストレート空振り。第6球を投げた、おっつけて打った、ファースト左横のゴロ、一塁送球、金村取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。外れた、ボール。投球これから2球目、打ちました、ファウルボール。第3球を投げた、打った、ライトへの打球取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番浅村、第1打席はレフトフライに倒れています。第1球投げました、初球打ち引っ張った、ファール。第2球ボール。投球はこれから3球目、ボール。投げました、アウトコース空振り。追い込んでから第5球打った、一二塁間への当たり、マルティネス掴んだ、金村取ってアウト、スリーアウトチェンジ。イーグルス三者凡退に打ち取られました。4回までが終了しまして4対0です。ファイターズこの回は打順よく1番からの攻撃。初球流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第2球投げました、外を際どい、ボール。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、ライトバックしていった、ヒットになります。二塁を狙う、いいバッティングを見せました。バッターは2番松本、今日はファーストゴロとセカンドフライ。初球空振りから第2球打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、早川取ってアウト。イーグルスなおもピンチが続きます。ファイターズさあチャンスをものにできるか。投げました、初球サークルチェンジ空振り。第2球投げた、サークルチェンジはボール。第3球を投げた、ボール。投げた、打ちました、ファールボール。さあ5球目、見送ってボール。次がラストボール、打ちました、いい当たり。さあ犠牲フライになるか、掴みました、三塁ランナーのタッチアップはどうだ。ファイターズ1点入りました、5対0。バッターは4番万波、投げた、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げた、空振り。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、カットボールはボール。さあ投球は5球目、打ちました、右中間へ持っていきましたが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって5対0、早川この回さらに1点を失いました。5回の裏イーグルス攻撃に入ります。トップバッターは島内、第1打席はセカンドフライに倒れています。ストライク、いきなり150キロ。さあ次の投球、打った、引っ張った、入るか入るか、ワンバウンドヒットになった、
バッターランナー一塁蹴発蹴って二塁へ、島内ツーベース。バッターは指名打者フランク。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。ファイターズここは引っ張りに警戒します。投げました、高めの球空振り、追い込んで投げました、ボール。セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。投げました、外れた、ボール。第6球を投げた、打ちました、ショートバウンド取った。野村軽快な守備を見せました。フランいい当たりでしたがサード正面、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、ボール。さあ5球目決まってストライク。第6球を投げた、インコース引っ張った、クリーンヒット。島内一気にホームへ、イーグルスようやく1点を返しました。辰巳タイムリーツーベースヒット、イーグルスなおもチャンスが続きます。第9球投げました、初球から打ってった三遊間のゴロ、ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第9球1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球投げました、またも空振り。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、これは内野フライ、金村落下点に入った、掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。前半が終わりまして5対1、イーグルスこの回1点を返しています。早川降板、マウンド上は伊藤、今日2番手としてマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第9ストレイク。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、スライダー、ボール。第4球を投げた、打った、抜いていった、レイス、ナイスバッティングです。バッターは6番野村、投げた、スライダー、ボール。まずは外角高め。第2球スライダー空振り、投げた、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、ピッチャーから一塁送球、アウト。ランナー二塁に進みました、ワンアウトランナー二塁に変わります。第2球投げました、外角低め、外れてボール。第3球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、内角際どい球、ボール。第5球投げました、5球目空振り。さあ6球目投げました、打ちました、内野ゴロ。村林ボールを掴んだ、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げました、おーっと当ててしまった、デッドボール。左バッターボックスは9番上川畑、外れた、ボール。投げた、打ちました、ご注意ください。第3球を投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打った、引っ張った、鈴木うまくさばいています。3アウトチェンジ、2者残塁。6回の表が終わって5対1です。イーグルスこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは小深田、今日はサードフライとファーストフライ。第2球投げた、打った、ファール。第3球を投げた、打ちました、
加藤取った、セカンドから一塁送球アウト、小深田いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、打った、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、ダイレクトで当たった、村林一気に二塁へ、バッターランナー二塁でストップ、村林ツーベースヒット、これで今日は3打数の2安打、バッターは3番小郷、今日はショートゴロとライトフライ。第2球投げました、スプリットはボール。第3球は打ちました、ファールボール。第4球を投げました、縦のスライダーボール。第5球投げました、打った、ライトへのフライダー、取りました、ランナー3塁へスタート切った、イーグルス、なおもチャンスが続いています。このチャンスはなんとかものにしたい。第9投げました、ボール。第2球投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、イーグルス点差を3点に縮めました。イーグルスやりました、ここから反撃が始まります。先ほどのプレーです。バッターは5番島内、これが3度目のバッターボックス。第9投げた、アウトロー、外れてボール。第2球見送ってボール。投球は3球目、投げた、ストレートはボール。次は4球目、投げた、スプリット決まってストライク。ファイターズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。次は5球目、投げた、5球目ストライク。ランナースタートを切った、おっとデッドボール。金村降板、マウンド上ピッチャーは玉井、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。打った、強い当たり、入れば同点だ、打球はそのまま伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、同点スリーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、初球をうまく捉えました。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは7番辰巳。第9投げました、初球空振り。第2球投げました、打ったい当たりだ、抜けた、辰巳いいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。左バッターボックスは8番鈴木、今日はレフトフライとショートゴロ。まずは一塁牽制、タッチセーフ、ランナー走った、投球ボール、二塁送球、これは悠々セーフ、盗塁成功です。さあリプレイです。第2球投げました、ストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、高速シュートはストライク。追い込んでから投げました、インコースのボール左へ、切れていきます、ファール。投げた、ボール。第7球は打った、痛烈な当たり、抜けた、バックホーム、間に合うかどうか、ホームイン、イーグルス1点リードに変わりました。6対5、リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。バッターは9番太田、今日はレフトフライとピッチャーフライ、外角高め見送ってストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、投球これから4球目、打ちました、いい当たり、抜けた、センターからサードへ、太田ナイスバッティングです、初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。1番
ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、小深田打ちました。初球打ち、万波余裕があります。取ってこれでスリーアウトチェンジ。中盤まで終了しまして6対5、イーグルス1点リードに変わっています。ゲームはこれから終盤に入ります。投げた、打ちました。第2球、投げた、打った、辰巳落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番松本、これが4度目のバッターボックス。初球を打ちました。島内余裕があります。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番マルティネス、今日4度目のバッターボックス。第2球、決まった、ストライク。第3球、打った、セカンド左へのゴロ。浅村ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。満員の楽天生命パーク、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、イーグルスラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは村林、アウトコース低めいっぱい、ストライク。投球これから2球目、見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んで投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。さあ4球目、変化球はアウトローへ、ボール。第5球、投げました、打った、抜けた。村林、いいバッティングを見せました。リプレイをご覧ください。イーグルス、ダイソーを起用します。俊足の中島、一塁に入りました。バッターは3番小郷、これが4度目のバッターボックス。初球外れても、一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球、中島走った、これはストライク。キャッチャーに盗塁成功。イーグルス、重要な場面で盗塁を決めてきました。ファイターズ、外野は浅めの守備を取ります。打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム。小郷、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッターは4番浅村、今日はここまで3打数1安打。第1球、投げました、外れた、ボール。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、投げました、高速シュート、ボール。第3球を投げました、空振り。第4球を投げた、打ちました、1、2塁間のゴロ。イーグルス1点入りました、7対5。先ほどのプレーです。玉井降板、左の川野、今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。バッターは5番島内。第9球、投げた、初球打った、1球目ファールから。第2球、見送ってボール。第3球は打った、二塁ランナー三塁へ、川野掴んだ、一塁へ送る、アウト。イーグルス、なおもチャンスが続きます。先ほどスリーランホームランを放っているフランコ、イーグルス追加点のチャンスを迎えています。第2球、投げた、アウトコース高め、空振り。第3球を投げた、ボール。ファイターズ、ここは引っ張りに警戒します。次は4球目、投げた、ボール。次は5球目、投げました、打った。第6球を投げました、打ちました、ライト落下点、取りました。これで3アウト。7回までが終了しまして7対5、イーグルス得点差はわずかに2点です。
伊藤、降板、右の渡辺、今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。8回の表、2点を追いかけます。ファイターズ攻撃に初球から打ってった、切れていきます、ファール。第2球投げました、インロー、パーム外れてボール。第3球を投げました、パームはボール。第4球を投げました、打ったいい当たりだ、抜けた。万波、いいバッティングを見せました。バッターは DH のレイス、投げた、初球パームボール空振り。1球目空振りから、第2球アウトコース低め、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ボール。さあ5球目、見送ってストライク。投げた、150キロ直球、空振り三振。ボール球を振らせました、打ちました、左へどんどん切れていきます、ファールボール。投げた、打ちました、ファール。追い込んでから投げました、一つ外してボール。一塁へ牽制球を送ります。さあ4球目、見送ってボール。さあ投球は5球目、ボール。さあラストボール、投げました、引っ張った、ファールボール。第7球を投げました、変化球、見送ってフォアボール。今日3打点の加藤、第1球投げました、決まってストライク、タイミング合いません。投球これから2球目、ボール、内角高め。第3球を投げました、打った、二塁ランナー三塁へ向かう、破っていった、レフトバックホーム、加藤ナイスバッティングです。イーグルス、なおもピンチが続きます。さあここが試合の分岐点となりそうです。打ちました、初球打ち、三遊間の当たり、破った、バックホーム、間に合うかどうか。続いて二塁ランナーもホームイン、イーグルス大事なイニングで追いつかれてしまいました。7対7、ファイターズ見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、上川畑、パームはボール。第2球投げた、外角高め、際どい球、ボール。第3球を投げた、インロー、際どい球、ボール。第4球を投げた、外れてフォアボール。ストレートのファイターズ、代走を送ります。江越、一塁に入りました。今日はここまで3打数1安打1三振。投げた、パーマーストライク。第2球投げた、高速スライダーはストライク、少し意識しすぎたか。第3球を投げました、外角、ボール。次が4球目、投げました、流し打ち、どうだ、アルボール。次が5球目、投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げました、打ちました、バックホーム体勢の間、抜けた、センターバックホーム、タイムリー。イーグルス、なおもピンチが続きます。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。渡辺、降板、左の鈴木、満塁の場面での登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球初球空振り。第2球投げました、打ちました、フラフラ、あっとインフィールドフライ、掴みました。これで2アウト、ランナーはフルベース変わりません。投げた、ストレートはボール。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、空振り。第4球は外角高め、空振り。さあ5球は5球目、会心の当たり、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって8対7、イーグルスこの回逆転を許しています。ファイ
川野、降板。マウンドに上がったのは池田。今日4番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。ボール。さあ次の投球、2球で空振り。第3球を投げた。3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。打った。フラフラッと上がった。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番鈴木。今日4度目のバッターボックス。投げた。ボール。第2球。ボール。第3球を投げました。空振り。147キロストレート。投げました。インローの直球はボール。投げました。打った。ピッチャー返し。抜けた。鈴木、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。イーグルス代走投入です。田中一塁に入りました。バッターは9番太田。これが4度目のバッターボックス。初球外れても、投げました。インコースのボール右へ、掴みました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投球これから2球目。アウトコース高め、外れてボール。第3球を投げました。決まってストライク。第4球はランナースタート。ボールを2塁へ送った。盗塁成功。イーグルス大事な場面で盗塁を決めました。さあリプレイです。ファイターズ外野は浅めの守備を取り、ストレート外れてフォアボール。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。第9球ボール。投げた。打ちました。これは外野ゴロ。マルティネス自分でベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。池田見事に流れを断ち切りました。ファイターズこのまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。さあここは守備を変えてくるようです。さあいよいよ最終回、先頭バッターは万波。今日はここまで4打数2安打。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。打ちました。ピッチャー返し。抜けた。万波ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。ファイターズ代走を起用します。俊足の磯畑、1塁に入りました。バッターは指名打者レイ。第9、1塁ランナー出た。キャッチャー2塁へ送球。盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。先ほどのプレーです。イーグルス外野は浅めの守備を取ります。2塁へ牽制を送ります。2塁タッチはセーフ。投げた。打ちました。1、2塁歓迎。浅村ボールを掴んだ。1塁送球アウト。イーグルスなおもピンチが続きます。投げた。低め、スラーブ外れてボール。第2球投げました。打った。打球は三遊間へ抜けた。ファイターズ1点入りました。9対7。さあリプレイです。バッターは7番加藤。今日3打点を挙げています。第2球投げました。ストレートはボール。外角へ。第3球を投げました。外れた。ボール。第4球は見送ってボール。第5球投げました。空振り。第6球を投げました。打ちました。鈴木取った。一塁送球アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。ここまで2安打の伏見。鈴木ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。さあ次の投球、2球目空振り。第3球を投げた。変化球ストライク。低め。
第4球を投げた、ボール。次は5球目、スクリューはボール、外角高め。第6球を投げた、打った、痛烈な当たり、センター交代、ヒット、野村三塁回った、センターからセカンドへ、ファイターズさらに1点追加、10対7。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。鈴木降板、ここでマウンドに上がったのは内海、今日5人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げた、ボール、投げた、真ん中に決まった、ストライク。第3球を投げました、スプリット空振り。さあ4球目、低め際どい、ボール。次は5球目、外れた、ボール。次は6球目、投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、ショート落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって10対7、ファイターズリードを3点としています。池田降板、そして最後は守護神の田中、今日5番手としてマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第9投げました、外角低め、直球は外れてボール。さあ次の投球、打ちました、ファール、投げました、ボール。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げた、打った、レフト落下点に入りました。江越掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番浅村、これが5度目のバッターボックス。第9投げた、初球決まってストライク、いきなり154キロ。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ストレートはボール。次は4球目、投げた、ボール、投げました、内角低め外れてフォアボール。バッターは5番島内、今日はここまで3打数1安打。第9ボール。第2球投げました、ボール、インコース低め。投球はこれから3球目、変化球アウトコースへ外れてボール。投げました、これもフォアボール。田中ストレートのフォアボールを与えます。バッターは DH のフランク、今日3打点を挙げています。第2球投げました、外を際どい、ボール。第3球を投げました、流し打ち、あっと弾いた、取れない、ピッチャーフォロー、アウト。ここは意地を見せてほしい。今日2本のヒットを放っている辰巳、投げた、ボール。まずはインコース高め。さあ次の投球、真ん中ストライク。第3球を投げた、リンロー際どい球、ボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、ここは選んでフォアボール。この回3人目のフォアボールです。第9投げた、直球ストライク、アウトローへ、いきなり157キロ。第2球投げました、アウトロー、ボール。第3球を投げました、打ちました、ショート右横のフライになりました。石井落下点に入った、取りました、ゲームセット。イーグルス悔しい敗戦です。ご覧のようにファイターズが